女性性っていうのは、えー、と私の中から出てきているのかそうではなくて私がその要求される社会的な要請によって私がそれを演じているのか、うん、そもそもその2つに違いはあるのかみたいなその背景にはやっぱりその、えっと、沖縄にいる日本人男性とアメリカ人男性の権力関係とか、まあ、そういったいろんな政治的な要素があると思うんですけどそれがこう人間関係の,、まあ、その距離感にまあ すごい微妙な影響を及ぼしてるみたいなのが、はい、要するに今まで注目されてなかった、えっ、ー、とすごく変わった人たちを一個付け足すみたいな、そういう形の多様性って結局そのなんか一番真ん中で一番力がある人たちのものの考え方とか、うん、その歴史にはか関わってこないんですよね。うんうん、自分が本当におかしいのか、自分が考えすぎなのか、うん、過剰反応なのかみたいなことで、うん、大体みんなが悩むんですけど。うんはいはい その時に。